ナイキミサイルファミリー。左上から右下に向かって、ミンマイナス3ナイキエージャックスミンマイナス14ナイキ、ハーキュリーズイムマイナス49、ナイキゼウスナイキミサイルとは、アメリカ製の地対空ミサイルである。日本でも、航空自衛隊が、地対空誘導弾ナイキ J として採用した。名前の由来は、ギリシャ神話の勝利の女神、ニケより、ナイキは、英語読みである。 ナイキと呼ばれるミサイルは、1953年から、アメリカ合衆国のウエスタン・エレクトリック・カンパニーなどで開発された、高高度迎撃用地対空ミサイルである。ミンマイナス3ナイキエージャックスと、ミンマイナス14ナイキハーキュリーズの2種類があり、アメリカ陸軍に配備された。高高旅から飛来するソビエト連邦の爆撃機に、対する拠点防空を主目的とする二段式の、 ミサイルであり、発射台から発射される。地上からのレーダーによって誘導される、セミアクティブレーダーホーミング方式である。ナイキエイジャックスホワイトサンズ、ミサイル実験場博物館の展示機1953年末から1963年まで配備されていた初期型。旧称サム A-7。1945年のベル研究所のレポートから、 開発が始まり、1951年には発射テストに成功している。高度2万メートルへの到達は達成したが、射程が30マイルと短いという欠点があった。ブースターは固体燃料だが、ミサイル本体は液体燃料を使用していた。弾頭は先端、中間、末端の3カ所に作薬が装備されていた。各弾頭装備型の計画もあったが、 改良型のナイキ・ハーキュリーズが登場したため、計画のみで終了している。由来は、ギリシャ神話に登場する英雄、アイアースより、エイジャックスは、英語読みである。ナイキ・ハーキュリーズ・ホワイト・サンズ、ミサイル実験場博物館の展示機1953年より、開発が開始され、1958年に完成した、改良型、旧小サムス2 5 一段目は、ナイキエージャックスのブースターを4本を束ねたもので、大型化したものの、3倍近い射程延伸、到達高度の倍増、地上レーダーの改良により、大幅な進歩を遂げ、また、ブースターミサイル本体ともに、固体燃料となり、安全性も増した。長射程を獲得したことにより、空軍配備の CIM-10 エボマークとの、任務重複が問題となったが、 陸軍への配備が継続された。510kg の通常弾頭のほか W31 核弾頭3種の使用が可能であった。このため日本では核ミサイルとして捉えられ論議を呼んだ。1979年のフロリダを最後にアメリカでの運用は終了したが、一部の国では配備が続けられている。しかし、老朽化は否なめず、 後継ミサイルの選定による引退の時期は迫っている。また、観測用ロケットとして一部が転用されている。由来は、ギリシャ神話に登場する英雄、ヘラクレスより、ハーキュリーズは英語式の読みである。地対空誘導弾ナイキ J 地対空誘導弾ナイキ J 航空自衛隊浜松広報館の展示機日本の航空自衛隊では、 ソビエト連邦の高高度戦略爆撃機の脅威から防衛するために1970年民 -14 ナイキハーキュリーズを地対空誘導弾ナイキ J として導入三菱重工業によってライセンス生産され1994年まで運用していた基本的に原型の民 -14 と同じだが弾頭には5 1 0ラムの高性能作薬のみ 搭載可能である。導入に際しては、核兵器の搭載が可能という点が、マスメディア等によって強調されたため、革新政党と市民団体による反対運動が展開され、裁判により導入の是非が争われた。ナイキゼウスビーホワイトサンズ、ミサイル実験場博物館の展示機、ナイキミサイル開発計画の一環として開発された、弾道ミサイル迎撃用ミサイル。 当初、ナイキゼウスの名称で開発され、後に、スパルタンと解消された。ナイキエージャックスの設計を発展させた三段式、固形燃料、ロケットミサイルで、5マウントの W71 熱核弾頭を搭載する。運用は、地下ミサイルサイロから発射する方式で行われ、無線指令誘導で飛行する。1972年に締結された第一次。 戦略兵器制限交渉における弾道弾迎撃ミサイル制限条約によって運用が大幅に制限されることになり、少数が1975年10月から数ヶ月だけ実戦配備された。由来はギリシャ神話の出身ゼウスより、英語式の発音に基づきジュースとも呼称される。ありがとうございます。